はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は九州の農業って何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。北部のつくし平野では稲作、南部の宮崎平野としらすでは畑作が盛んということになっています。それでは具体的に見ていきたいと思います。九州の農業についての話になっていきます。これはテストに非常によく出やすいので、九州の勉強をするときにぜひ押さえてもらいたいと思います。九州の農業ですね、場所によって作るものっていうのが違っていきます。まずはじめに北部のつくし平野ですね、オレンジ色のとこです。ここには筑後川っていう川が流れています。筑後川とつくし平野で紛らわしいので注意してください。この辺りっていうのは水はけが良くないので稲作が盛んになります。米作りですね。そして南部の右側、水色のところですね、ここでは、宮崎平野っていう平野があるんですけど畑作が盛んです。特に暖流の黒潮の影響を受けています。この辺りっていうのは南側から来る暖流と季節風の影響を受けるのであったかいんですね。なのでナスとかキュウリとかピーマンなどを促成栽培、春の間にもう夏の野菜を作っちゃうっていうのをやっています。そして最後に、南部のシラスでは畑作が盛んになっています。これはまた別の動画でやっているんですけど、桜島の噴火によって長年降り積もった火山灰、もうこの火山灰っていうのは水はけが非常にいい、水はけが非常にいいってことは稲作に適していない、水がたまらないので稲作に適していない、だったら畑作をやるしかないかっていうことでさつまいもを作ったりとか、あとは畜産ですね、鶏を作ったり豚肉を作ったりっていうことを行っています。はい、というわけで今日は九州の農業って何ってことについてやっていきました。まあ九州のテストの定番というか、どこで何作りをしているのっていうことです。北部の、オレンジ色の場所では、稲作、青色のところでは畑作、緑色のところでも畑作っていうことで、地域ごとに九州では農業のあり方っていうのが違っています。